いらっしゃいませ。他、またのご来。 聞いたんだけどね、ヒーホーマートで売ってるハニーキャラメルバナナチョコレートドーナツっていうドーナツが食べてみたいの。聞いてるだけで胸焼けしそう。そうかな。私はとっても美味しそうだと思うけど、 渋谷でしか買えない人気商品なんだって。入荷してもすぐに売り切れちゃって、オークションで高値で取引されてるんだよ。へえ。食べてみたいな。買ってきてあげるよ。本当に？チキにはいつもお世話になってるしな。 キーホーマートだっけ？ちょっと行ってくるよ。
これでいいかな?それじゃ、ユニティするよ。いくよ。クラスチェンジ。この可能性に全てをかける。お願い、届いて、プルフの力。俺たちは絶対に負けん。次は。これでいい。それじゃ。行くよ。カルネージーユニティ。運命を切り開く。今作っ。それじゃ、ユニティするよ。行くよ。レディアントユニティ。総領、ギリやった。どうも。それじゃ、ユニ行くよ。レディアント、すごいです。すごいですね。これで。それじゃ、ユニティするよ。行くよ。レディアント、ユニティ。どうです。守り、せーの。やりました。ドーダさんのおかげです。次パフォーマーが集まる。
キおかえり。毎度あり。おかえり。毎度あり。毎度あり。おかえ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 り。毎度あり。他に用は？あの、キャラメルチョコレート…あー、ごめんね。それ、今さっき売り切れちゃったところで。女子高生がね、買い占めていっちゃったのよ。今大人気だからね。次にいつ入荷するかもわからないし。ま、足しげく通ってちょうだい。Hey!
何でしょう。いいですか。名も知らぬ親切な人、こんにちは。君は確か月嫁 P さん。はい、そうですが。あれから大丈夫だった？体の調子とか。問題ないですが。それはまさか。ドーナツですが、作曲活動に糖分は不可欠なのです。美味しそうだったんで大人買いしてきました。君だったのか。欲しいのですか。よかったら一つ譲ってくれないかな。代金はちゃんと払うから。前回のお礼ということで一つくらいなら親切な人に差し上げます。まだ売るほど残ってますし。ありがとう。本当に助かったよ。遠慮なさらず、ご家族でどうぞ。に報告しておこう。月嫁 P がね、分けてくれたんだ。この間のお礼にって。そっか、あの人が。月？私、触れないの。お兄ちゃんたちの世界のものに。え？私、実体じゃないから、ほんと不便だよね。困っちゃう。だからね、お兄ちゃんが食べて、ドーナツ。お兄ちゃんが食べてるところを見て、それでどんな味か教えてもらえば、私も食べたことになるかなって。
やってみよう。それじゃ食べてみるよ。うん。緊張するな。いただきます。ねえ、どんな感じ？私に聞かせて。素敵な感じでいくよ。とちきもその方が楽しいと思う。うん。銀貨だ。え？ハニーとキャラメルとバナナとチョコという惑星が織りなす大銀河。一個のドーナツが作り出す世界観。一大叙情詩、スペースオペラだ。わあ、食べる手が止まらない。俺の意識が、無意識が、ジのブラックホールに、いや、ドーナツホールに吸い込まれていく。お兄ちゃん、いいよ。そっか、すごく美味しいか。よかった。ありがとうお兄ちゃん。なんだか一緒に食べてた気持ちになれたよ。やっぱりお兄ちゃんの住んでる世界って素敵だね。芸能みたいに楽しいことがいっぱいで、ドーナツみたいな美味しい食べ物もいっぱいで、いっぱい人がいて、それからとにかくいろんな素敵がいっぱい。ああ、こんな体じゃなかったらな。私っていろいろ中途半端だから。辛くない？前はね、寂しくなることもあったんだ。一人でみんなを待ってる時とかに。私はこの世界で一人ぼっちなんだって。だけどお兄ちゃんが来て私のこと仲間だって言ってくれて、それから寂しくなくなったんだ。この世界には受け入れてもらえないかもしれないけど、お兄ちゃんたちは受け入れてくれるって。チキ、私はお兄ちゃんたちが生きているこの世界が大好きだよ。だからね、絶対に守ろうね。うん、これからも頼むよチキ。うん。もう帰っちゃうの？